これで全員揃ったかな。じゃあそろそろ80層到達パーティーを始めたいと思います。思い起こせば2年前、俺はこのゲームで一流のプレイヤーになろうと。あんたの話なんかどうでもいいから、さっさと乾杯しなさいよ。ひってー、まだ話の触りも語ってないってのによ。まあいいか。それじゃあみんな乾杯。乾杯。よっキリト、80層到達おめでとうさん。お前と会ってから2年、今もこうして一緒にいられるなんて感慨深いじゃねえかな。あこれからもよろしく頼むぜ相棒。残り20層もさっさとクリアしちまおうぜ。キリト楽しんでる。そりゃあ一流シェフのアスナ様が直々に作っている料理だもん。美味しいに決まってるわ。こんなうまいもんをお前は毎日食えてんのか、この幸せ者。食えるだけでも幸せだってよ。くそ、今日ぐらいは俺が全部平らげてやる。何やってんだか。おいキリト、こっちの料理も食べてみてくれないか。ああうまいもんを用意したぜ。期待してくれていいぞ。まあこの世界に存在する素材で作ったものだからな、ピザの味が再現できているかは各自の判断に任せる。でもアスナにも手伝ってもらったから美味しさにおいては間違いないだろう。おっと待ってくれ、実はな余興も含めて一つ趣向を凝らしてみた。この中の一切れに激辛が混ぜてある。味見はしてないからどの程度の辛さかは分からんが、ま県内だからな死ぬことはねえだろ。楽しそうじゃねえか。誰が激辛ピザを食べちまうかやってみようぜ。どれだけ辛いんだろう。ちょっと怖いか。作るところ見てたけど半端ない量の辛味パウダーをまぶしてたわよ。なんで止めなかったのよ。すごく楽しそうだったから。運試しと思えばいいのよ。むしろ当たればラッキーくらいの気持ちでね。ラッキーか。それならよ、激辛を食べたやつは誰でも好きなやつに好きなことを命令していいとかどうだ。あんたいつもそういう遊びばっか考えてそうね。おいおい、別にやましいことを考えてるわけじゃねえぜ。誤解すんなよ。美味しいもん作ってもらうとか、レアアイテム探しを手伝ってもらうとか、もういろいろあんだろう。一緒に買い物に付き合ってもらうとかも。そうか、そういうのもありか。8ピースだから確率は8分の1ね。参加する人は誰ですか。当然俺は参加だな。私もです。私も。じゃあ私も。私もやってみようかな。私も挑戦してみる。私もやってみます。ゆいちゃんも。前にゆいちゃんが辛いものを食べたときすごく渋い顔してたような。大盛況で何よりだ。さあ誰が激辛を食べてぶっ倒れてくれるかな。よし、それじゃあみんな自分の食べる分を決めるぞ。準備はいいみたいだな。みんな一斉ので食うぞ。
激辛が当たれば誰かに好きなことをしてもらえる。いいな。それじゃ行くぞ。いっせーの。あーお。当たりは俺様よ。ここからが本番だからな。さて、誰に何をしてもらっちゃおうかな。ひょっとして私たちすごいピンチなんじゃ。大丈夫よ。人並みの良識はあるはずよ、多分。どうすっかな。ね、お嬢さん方。何言ってるの？あんたもうお願い事聞いてもらったじゃない。え？今さっき、キリトに水をもらったでしょ？それでもう終わったじゃない。おいおい、あら、違うだろう。そうですね。確かにあれは、キリトさんに対するお願い事でした。そうよね、さっきので終わりよね。え、おいちょっと、いや、なんだよこの流れ。よかったわね、キリトにお願い聞いてもらえて。そりゃねえだろうよ。激辛食っただけ損じゃねえか。おいキリト、お前もなんか言えよ。お前もか。下心ありありの態度を見せるからこうなるんだよ。そこまでやましいことをしようだなんて別に考えてなかったのによ。お前がそう思っても周りのみんなはそう思ってくれなかったんだね。かわいそうな俺。キリト、いいところに来た。今シノンについて話をしてたんだけどよ、何か思い出したりしていないか。なんなら知り合いのギルドにシノンについての情報を集めるように頼んだりもできるけどよ。ええ、未だに信じられねえな、SAO の外から来たって。すごい登場の仕方だったから何か事情があるのかなとは思ってたけど、カーディナルシステムへの負荷によりいくつか発生したエラーの一つだと思います。ネットワーク上のナーブギア端末を検出して SAO プレイヤーと誤認してここに呼び寄せたんだと思います。なんだ？その、カーディナルシステムって、
初耳だぞ。しかしそいつは不運だったな。よりによってこんなゲームに途中参加させられちまうなんてな。大丈夫だよ、シノノ。私たちは絶対にこのゲームをクリアするつもりだから。シノノは？つまりこの世界をクリアしてしまえば全て問題ないのよね。え？それはそういうことだが。なら私もこのゲームの攻略に加わる。いいかしら。え？ちょっと。おいおい、本気かよあんた。それはいくらなんでも危険だよ。危険なことは分かってる。でも私やりたいの。ここで膝を抱えて縮こまっていても何も解決しないもの。なら私は立ち向かわなきゃ。私はもっと強くなりたい。この困難なゲームをもクリアできるほどに強く。シノさんは SAO に来たばっかりじゃないですか。レベルもスキルもこの階層で戦うには辛くないですか？キリト君、完全にゲーマーの目になってる。でもキリト君がそう言うからにはきっと才能あるんだよね、シノさん。シノノ、本当に大丈夫？うん、大丈夫だから。あ、それにキリトが私のこと守ってくれるって言ってたし。え？キリト君ってほんとそういうことをさらっと言っちゃうよね。あ、私も頑張らないと。まあキリトの発言はともかく、本当に攻略組が増えるなら私たちも心強いしね。じゃあ改めてシノ、一緒に頑張ろうね。うん、キリトも。キリト君、ちょっと話があるんですけど。